それはやっぱり写真のいいところですよね。やっぱり撮って本人が見せる意思を持って見せてるところまでは本人の、一応ね、本人も入ってるけど、一旦出たらもう本人のもんじゃないもん、見る人の記憶とかね、見る人の感覚にもうどうにでも 見られていいっていう、ほとんどの名前は、お名前は僕は、知ってます。ただ一番僕が若い頃、まだ写真を始めた頃にリスペクトをしていたウィリアム・クライン、とはその後何遍もお会いしてるし、今でもパリに行くとお会いするんですけども、ウィリアム・クラインとかね、ロバート・フランクとか、ロバート・フランクさんとも一遍アメリカでお会いしたことあるんですけど、そんな感じでもちろん知ってますし、それらのね方々と同じ賞をねいただいたっていうのは嬉しいですね。僕は写真とアートとかというふうにあんまりそういうふうに捉えない性格なので、写真は写真ですけども、いわゆるなんかアートをしているという感覚は僕にはあんまりないんですよ。それとやっぱりシルクスクリーンをやりたくなったり、いろんなねこう見せ方っていうかを僕はしたいんですよね。単純にプリントを見てもらうというだけではなくて、でまた T シャツとかね、そういういろんなものにこう僕の写真が反映されるっていうのも僕好きで、よくそういうのも作ってもらう、だからあんまり僕は写真とかアートとかなんとかってとらわれてないんで、比較的好き勝手にやってますね。全然面白いし、そうするとそれをまた僕が撮ったりしてね、またどっかに、ね、持ってっちゃうとかね、そういうこともやるし、写真を撮るために何かをやってるってことは特にないですね。むしろ毎日のように写真を撮っている、また写真を撮りたい、そのためには僕の場合は基本的に路上スナップの写真ですから、とにかく表へ出て歩く、もう僕の場合もう55年間歩きっぱなしですから、ほとんどだからやっぱり歩いて出会う撮るというね、とても単純に言えばもうそれの繰り返しですね。とにかくインパクトを受ける、何かを感じたらすぐ撮っちゃうというね。だからいろんなものを単純に実景だけではなくポスターのコピーをしたり、テレビのコピーをしたり、何でもコピーもするし、もうとにかくその時感じたらすぐ撮っちゃうというね。僕は子供の頃から街が好きで、とにかく街へ出るのが好きで、友達と遊ぶよりは一人で街へ出ていろいろ見て歩くっていうのが大好きだったので、その頃はハーモニカを持って歩いてたんだけど、今はそのハーモニカの代わりにカメラを持ってずっと歩き続けてるっていうか、見続けてきてる。撮ったものは当然見てもらいたい、見てもらうことを前提に撮ってますんで、で僕の場合は若い頃二十歳ぐらいまでコマーシャルデザインのグラフィックデザイン の勉強もちょっとしてたんで、そういうこともあってやっぱり印刷っていうことにね、なんかやっぱりこう僕自身こだわりがあって、とにかく自分の写真を印刷したい、で印刷してそれを本にまとめて一冊一冊のなんていうのかな、世界のコラージュをね作っていきたいという気持ちなんですよね。メーカーの人たちにはね、もしかしたら失礼かも分かんないけど、僕はカメラというのはもともと複写機
コピーの機会であると、でもはっきりそう思ってるんですよね。 だからコピーとしてのカメラがこの世に生まれてるっていうことが僕にとっては一番大事で、とにかくコピーできるんだと、世界が、そのことの凄さっていうかね、それは他のどのジャンルにも、まあ映画とかはありますけど、あのカメラですけど、やっぱり写真は時間を止めるし、世界を全部止めて記憶記録するというねツールですから、だから一番大切なのはカメラというコピー機があることがですね、